皆さん来てくれてありがとうございます。びっくりしました、すいませんね、ちょっと急遽の配信になっちゃうんですけど、今日はですね、またシリが反応しちゃった。今日はですね、告知が何点かあったので、告知がいくつかあったので、それを告知しようと思って配信を始めました。はい、ということで、じゃあまずどんどん、ちょっと今日はね、あんまり人数もあんまりちょっと集まらないかもなんですけど、はい、歌唱力の方見ます。歌唱力の方もこの後もうちゃんと録画もしてちゃんとしっかり見たいなって思います。ここ告知をねさせていただくんですけど、はい、じゃあまず一つ目から、あ、仕事中、ちょっとじゃあお耳だけお借りして、はい、じゃあまず一つ目の報告から、ででん、一つ目の告知は、おはようさんちゃんラジオのゲストさんが決まりましたという告知でございます。はい、今週のですね、12月6日の、はい、おはようさんちゃんラジオのゲストさんが決まりました。今回はある先輩にコンタクトが取ることができて、今度の12月6日に来ていただける、お越しいただける予定でございます。ごめんなさい、急遽、はい、ということで、そうですね、ちょっとまだ誰か、ゲストさんが誰かっていうのは内緒にしておこうと思うんですけど、はい、内緒にしておこうと思うんですけれど、12月6日の朝から、なんか今週の1週間前、ちょうど1週間前ぐらいに、あ、すごい、そう、お話をかけて、OK が出たんですけど、先輩もカノンもなんかいきなりこう案件が入っちゃったとか、そういうねことがない限り、今回出ていただけるということなので、皆さんぜひ楽しみにしててください。で誰かな、それにあたって今回はカノンの日本完食ですね、今第2回を岩手県と高知県でハッシュタグで募集をしてて、皆さんありがとうございます、書いてくださってる方で募集をしてるんですけれども、はい、もしかしたら、今ちょっと考えてて、もしかしたらその今回ゲストに来てくださる先輩の出身のものをこうやっていこうとか、そういうのもちょっと考えてて、はい、先輩の今回出てくださる先輩の出身地のものをやってみたいなとも考えているので、まだまだ全然決まってないんですけど、そうなるかもしれないということですね。で、誰かはすごい皆さん誰かね気になってるようで、大物ですか、先輩はみんな大物です、先輩はみんな大物ということで、はい、先輩はみんな大物なんですけど、そう、誰かな、まあ、そこはお楽しみということで、まあ、そういうのも考えているので、もちろん岩手と高知もやります、絶対やるんですけれども、ちょっと順番が前後したりだとか、今 どっちもやるかもしれないし、まだちょっとその辺が確定してない感じです、はい、何時からかっていうと、本当に詳細をねこう全部詰めて固めるではないんですけど、現時点では12月6日の朝7時からちょっとやれそうだなっていうふうにお話がしてるので、今のところその予定で思っていていただければ、はい、定時ですね、思っていていただければ良いなと思います、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで一つ目の告知はこんな感じですね。今回はね朝だったけど、一
7時でも大丈夫だよっていう風にね先輩の方も言ってくださったので、はい、クリポン、わお。なので7時で予定しております。結婚式、あ、こんばんは皆さん、ありがとう、そう、早起きありがとうございますって、全然大丈夫だよって言ってくれた、ヒントになるかな、わかんないけど、はい、では一つ目の口はこんな感じです。それではちょっと今日は2つ目に早速行こうと思います。特になかったそう。2つ目の告知に移りますね。はい、2つ目の告知はでねん、朗読企画参加。はい、さっきコメントにもちょこっと出たんですけれど、今日そう朗読企画がね発表されたじゃないですか。こう発表されて見た方もいるかな、まだ見てない方も多いかもしれないんですけれど、はい見ましたか。そう、今回朗読のね企画に参加させていただいて、ちょっとあれですね、まだ何を読んだとかどういうのを読んだとか内容はちょっとまだ発表されてないので言っちゃダメなんですよ、言っちゃダメなんですけれど、この今回読ませていただいた、カノンが読ませていただいた本、朗読させていただいたものはカノンが読まなきゃもう誰が読むのっていうこういう本になっているので、ちょっとそれもどんなのだろうとか思いながら楽しみにしてていただけたらなと思います。でぜひぜひ見てください、朗読の方。うん、何かは言えないんですよ、でも嘘ついてはい、ちょっと楽しみにしていただけたらなって思います。なんかはい本当に楽しみにしていただけたらなと思いますということで、2つ目は朗読企画にカノンも参加するよ、ぜひ見てねということでした。サイダーありがとうございます。ありがとうございます。ということで次見てね。次が今回のこの配信のメイン告知といいますか、3つ目の告知がございます。さあ何でしょう、ジュデン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 、盛りだくさん、今日は告知配信だね今は。さあ発表しますね。はい、でねん、3つ目は長期チャレンジ企画てってくてってってということで、ちょっとまだ書いてないんですけど、このペロってめくったところに書いてあるんですけど、だるまさんありがとうございます、だるまさんありがとうございます。でんでん、ということで、じゃあこのペラッとめくっていこうと思います。よいよきでございますか、せーの、じじじゃん、2ヶ月半で漢検準2級は合格するのか、ハッシュタグカノン漢検準2級受けるってよということで、はあ、発表しちゃったぜ。ということでもう一回ゆっくり読ませていただきますね。2ヶ月半、長期といっても2ヶ月半なんですけど、2ヶ月半で漢検準2級は合格するのかということでございます。はい、長期企画発表しました、イエーイ、マジか、来てますねかなり答えたんだね。だってですね
あのハッシュタグの方もそうありがとうございます、作らせてもらったんですけれど、やんのか、そうやるよ、やりました、やります、まだやってないです、やりました、はい。簡単ですか、持ってらっしゃるんですか、お知識やがって。あのですね、今回この準2級ということで、準2級はですね、あの高校在校レベル、在籍レベルです。高校にいる間のレベル、そうなので、ちょっとそれをなんかもう一個上が2級で、2級は高校卒業、そしてなんか大学とか一般とかそんな感じだったので、そうなんかそれよりまずちょっと準2級かなっていう風に思いました。はい、そう2級にしなかった理由はそんな感じでございます。そう高卒レベルじゃないです、そうカノン関係は初めてで、当たり前なんですけど、持ってるって言ってないのでね、初めてで、ちょっとすごいチャレンジなんですカノンの中で、うん、ニヤニヤしないでください。だからちょっとあのですね、今回ちょっとこの2ヶ月半ということで、試験日は2月14日になります。そう2月14日、2月8日、間違えちゃった、12月、訳し12月8日までに申し込んで、試験日は2月14日でございます。そうバレンタインデーということで、あのここまでに向けて初夏のんさん漢字の勉強を頑張りたいなって思うんですけれど、あのバレンタインデーなので、ちょっとなんか何かしらのこうイベントが入ったりとか、何かしらこう案件が入っちゃった場合は、あのもちろん案件の方、お仕事の方を思います、わかんないですけどね、わからないでございます。ファイトありがとうございます。まあということで、まあそのあれですね、とにかくちょっとあのここの受けるにあたった経緯を話そうかなって思います。経緯を話そうかなって思います。わかんない、ちょっとカノンももっともっとここからねしっかり調べていかなきゃなんですけど、関係に関しても、はい、あのね、なんで受けようかって思ったかっていうと、まず一番でかいの、大きいのは、一番大きく影響しているのはショールームでございまして、あのショールームでこうショールームでこうやってさ、コメントでいっぱい漢字が流れてくるじゃないですか。それがちょっとあまりにも読めないと、カノンさんが読めないということでございますね。はい、ということで、あのなんか最初のうちはね、そのショールームも結構長くやってきたんですけど、最初のうちはなんかごまかしてね、なんかふんふんふんって感じでこう流してたんですけど、やっぱ毎日配信をやって、あのどん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 さ話していくうちに、ちょっと本当にもうごまかしが効かなくなってしまってございまし、効かなくなってしまって、これはちょっとやばいってなりました、やばいってなりました。はい、ということで、なんかその皆さんもね、こうクイズを出してくださったりとかするじゃないですか。出してくれるじゃないですか、かっこいい、まだかっこよくないんですよ。はい、あのでなんか答えれないのもちょっと悔しいなって思ったりとかするし、なんか読めるようになりたいってものすごく思ったんですよ。
そうみんな気づいて、そうなんか結構なんかカノンのキャラにこう漢字読めないキャラが入ってきて、まあ自分のせいなんですけれど、あのあるので今そう定着しつつ、定着しちゃいそうなの、しちゃった、まだしてないことを信じて定着しちゃいそうなので、だからちょっと漢字を読めるようになりたいと思ってこの企画を考えたんですけど、なんか徐々にさこう難しい漢字とかも読め、地名とか読めなくって、その後さあの簡単な漢字もさなんかちょっと自信がなくなってきちゃってさ、読めるはずというか、読めるはずのこれかなって思うものがあったとしても、こう流れてきたのを見て、あどうしようこれで間違っちゃってたとか思ってちょっと読めなくなっちゃったりとか、まあ、そういうもうすごくそれでね、なんかショールームのコメントを読みたくなくなっちゃうのも嫌だし、嫌なのでとりあえずカノンは漢字が読めるようになりたいと思いました。ということで今回は漢検12級を受けようという、そうもう12月、そうあの2ヶ月半、あのカノンは初めてだからさ、2ヶ月半というかまあ本当にもう分からないどうなっちゃうのかも分かんないし、あのどういう風にしていくのかも手探りな気がするし、できる本当にできるかできないかっていうのは分かんないんですけど、こうやって読みたいな、読めるようになりたいな、書けるようになりたいなって思ったから、ちょっとなんかある意味その自分でこうやって皆さんに発表して、なんかもう逃げ場がないわけじゃないですか、言っちゃったかないろいろ考えたんですけど、この発表する前もそう皆さんにもこうやって聞いていただいてやろうかなって思いました。なので頑張ります、漢検を受けるのをね、そうキュンディスだって、あのもうちょっと頑張らないとね、あのまだ言う分には誰でも言えるので、こっから頑張らなきゃねダメダメなんですけれど、できそうなの、あの分かんないです、うん分かんないです、はい追い込む、あーいやでもなんかね、あの本当になんか追い込むとかはまだねやってないから何とも自分で言えないんだけど、とりあえずなんか自分で読めないのがすごい嫌だなって思ったから、その誰かがとかじゃなくて自分でもう本当に読めないのが嫌だなって思ったから、ただそれだけなんだけど、そういうことじゃない、読めるようになりたくて、そうだから今回の企画を考えたんですよ。そう、うん、まだねかっこよくない、これで頑張っていくのはあのいけたら、頑張っていけたらかわいいじゃない、かっこいいんだけど、まだね言うだけですから頑張りますね。3密、あ分からん、ちょっとその辺もねちゃんと配慮とかもねしてる、結構こう世の中的にもしてるとは思うんですけど、カノンの方でもちゃんと調べたりとかねできたらですね。あとありがとうございます、お仕事にねそれ役立てるのかな、12級まあ今よりはね断然役立つというか、こう今よりは良い方に行けると思うんだけど、そうなんかお仕事で行った、もしなんか被っちゃったりとかしてお仕事で行けなかったら次のあの試験を目指します。とりあえず今目標にしてる試験に向かって頑張って、それがもしなんかねお仕事とかで被っちゃったりとかしたら次をやります。確かに履歴書にもね、確かにね、うんそうだよね、ちょっと今よりはいいと思うので、感じでちょっとあのうん頑張ります落ちても落ちちゃったって笑えそう落ちたくはないけどね。大人のバラありがとうございます、大人のバラなんかねそうね何回かは調べたところあった、はい頑張ります。
ね、英検とかも英検とかもね絶対できた方がいいとは思うんだけど、ちょっととりあえず日本語を頑張ろうということで漢検をやります。頑張りますね。そう、なんかはい、ありがとうございます。漢検アイドル、漢検アイドル、なんか本当に読めないのがさ詳しくて初めて人生で生きてきて初めてあの漢字を勉強したいなっていう思ったんですよ。皆さんのおかげで皆さんのおかげで人生で初めて漢字を勉強したいというふうに思ったので、このショールームやっているおかげで、皆さんのおかげで、だから今回決めたんですけど、本当にカノンは勉強してこなかったから、あの勉強してこなかったっていうか、なんか小学校はまあ真面目にさこう受けてればな、まあ、なんとかなるじゃないですか。であの中学校1年生2年生の最初まではカノンさん成績優秀だったんですよ。ちょっとなんか信じがたいかもしれないんですけどそう、中1と中2の頭まではなんか学校なんだよ、三者面談とかでもさ、なんか中学校だとさ、塾に皆さんのせいじゃない、カノンが皆さんのおかげでやりたいと、別にねやらなくてもいいわけだから、そう、そう やりたいなって思ったからやるんですけど、三者面談とかでもなんかみんなが周りが塾に行き出すから、あの親がね、住むママも住むパパなんかこう塾とかって行った方がいいですかねとか言って担任の先生に聞いたりとかしたんだけど、そういう時もなんか行ってなかったんだけど、あのあカロンさんは全然あの今のママ頑張ってくれればあの行きたい高校のどこにでもね行けるので今のまま頑張ってくださいって言われて、お行けてると思ってたんですけどあの中学校2年生の最初まではそうやって言ってもらえてたんだけど、どこでも行けるよって行きたいとかで、だんだんそれが怪しくなって、2年生の最後の面談ではちょっとこのままではあのなかなか行けるところも限られてきますねみたいな、ね、行けるとこもみたいな感じになっちゃってうわーと思ったんですけど、まあそのなんか振り返って言えることっていうか、なんか言い訳じゃないけど天狗になったわけじゃないですよ、それは全然違う、自分でも頭いいと思ってなかったし、そうあのな言い訳になっちゃうんだけど、あの中学校のその途中から1年生の途中から中1の途中からこう中2にかけてもうすごいあのダンスとか歌とかその辺をあの頑張ったんですね、はい、頑張ってあのそっちにこうすごいもう重きをめちゃめちゃ置いて、週にオフなこう習い事がない日が1-2日ぐらいしかない時とかもあって、それぐらいこの芸能って言ったらいいの、大したことじゃないんだけどできないからね、いっぱい受けてたんですよレッスンを。もうとりあえずレッスンをいっぱい詰めてっていうところでやってて、それで全然なんか学校の勉強しなくって、その間勉強しなくって、でなんかスヌー家的にはスヌーパパ的にもスヌーママ的にも自分がやりたいことを頑張ろうって言って、今は頑張ってっていう風にね言ってくださってて、その常にそれは言われてきたんだけど、その中学校の時のカノンは勉強よりもその歌とかダンスとかそういう芸能につながることを頑張りたいって思って全部そっちにやっちゃったから、もう勉強も全然やってなくって、でなんかもうとりあえず宿題出しとこうみたいな、スヌーパパも宿題を出そうとりあえずっていう感じ。そうだからあのテスト前とかも全くノー弁で行ったりとかが普通にあのなっちゃってて、その分その
自分がやりたいって思っていたあの歌とかダンスはもう本気で頑張ろう、頑張ってねっていう風で頑張った結果今があるので、こうやってね SK にも入れていただけてそういう結果があるのであれなんですけど、その素抜け的に方針的にね、まあ教育方針というか あくまでね素抜けのあれなんだけど、やりたいって思ったこととか必要だなって思った時に、自分がこうやりたいって思った時にそのものをこう全力で頑張ってねって、やりたいことじゃないと身につかないからっていうあれで、あのずっとね小さい頃から教えてもらってきて、そうで、なんかカノンは今あの漢字が読めるようになりたいと人生で初めて思ってるから、ちょっと今このやりたい感じを頑張ってみようかなということで今回の企画になります。主権さんありがとうございます。はい、2ヶ月半で漢字検漢検12級は合格するのかということで、こうやってハッシュタグも作ってみたので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。勝手にどうぞじゃない、あのだから自分カノンがやりたいって言ったことに関してはもう全力でサポートしてくれる。もちろん自分が頑張ってなかったら全然ダメなんだけど、初見さんありがとうございます。そうそう、自分が選んで自分がこうやりたいって思っていってこう本気で頑張ることに関しては全力でサポートしてくれるっていう感じです。そうじゃないと身につかないよねきっとみたいな感じで、はい、問題を出せばいいの、あ問題を出してくれるのも嬉しいんですけど、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。これあのなんかに画用紙上2行になっちゃったんですけど、これで1個のちょっと長めなんですけど1個のあのハッシュタグになってるのでぜひよろしくお願いします。ということで告知、そう嫌いな食べ物ないからね、それはダメですね。はい、よろしくお願いします。頑張るぜ。でもねこうやってあの頑張ってこう芸能界というかこう SK に入れてもらえて、ショールームもやんなければ勉強この漢字の勉強したいなんて思いもしなかったわけだから、ちょっともうねあの多分相当言われないとかの勉強しなかったんで、もしこっち頑張ってなかったらそうこうやって今頑張りたいって思える時に漢字の勉強頑張れるのはいいことだなって思います。頑張ります。ではやればできる、頑張ろう、応援よろしくお願いします。ということでサイン会浴衣会の方もよろしくお願いしますよろしくお願いします。なかなか難しいかもしれないけどちょっとやってみようと思います。応援よろしくお願いします。ということで今日は急ぎになっちゃったんですけど終わろうと思います。はい、じゃあ急遽の配信にも皆さん見に来てくださってありがとうございます。じゃあ頑張ります、いろいろ。ということで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。またね、またこやね、またね、ありがとうございました。またね、ありがとうございました。